はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅や動画を配信していきます。この動画でね、白血病が出てしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になると思いますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、血中酸素濃度っていうもののお話なんですけども、血中酸素濃度というのはですね、血液における酸素飽和度のことを言います。仮にね、その血液中にですね、全てのヘモグロビンと酸素が結合した時に、その結合可能な、酸素の、ね、量に対して測定時に血中のヘモグロビンに実際に結合していた酸素の量の比を、100分率で表したものでございます。まあ、初っ端からね、今日はね、ちょっとごちゃごちゃしてますけども、まあ、最近ではね、そのアップルウォッチでね、酸素濃度を測れるようになりましたよね。まあ、以前からね、まあ、他のスマートウォッチでもね、測れるやつはね、ありましたけども、まあ、その腕時計のね、まあ、付録できた感じでね、その酸素濃度やね、心拍数をね、測るというのはね、まあ、僕個人的にとしてはね、ちょっと弱い感じがしてしまいます。あの、まあ、入院中にね、その病室や退院してからは、まあ、その外来でのね、診察室でね、ちゃんとした医療機器でね、血圧やら酸素やらね、測ってもらってたので、まあ、そのようなね、思考になってしまっております。まあ、腕時計でもね、まあ、機能としてついてるんで、まあ、ちゃんと販売されてるくらいやから、まあ、それなりに精密なんでしょうけどもね。ということでですね、今日はそんな血中酸素濃度のお話になるんですけども、でそもそもね、血中酸素濃度が低かったら、酸欠なんですよ。まあ、ただただその自分がね、息苦しいわけじゃなくて、全身の細胞たちが酸欠状態にあるんです。まあ、自分がね、感じるその呼吸困難な感じが長く続くと、慢性呼吸不全とかね、まあ、その原因として代表的なね、その COPD ですね、慢性閉塞性肺疾患が、それとまあ肺繊維症などがね、挙げられます。COPD っていうのはですね、タバコの煙など、まあ、有害物質がね、原因でですね、肺が炎症を起こして呼吸が苦しくなる病気です。で、 COPD っていうのはね、その肺の病気なんですけどもね、その肺ばかりではなくてですね、虚血性心疾患とかね、骨粗鬆症とかね、糖尿病などね、全身にね、さまざまな病気をね、引き起こすことがありますので、ね、もう COPD のね、疑いがあればね、すぐにね、治療に取り掛かった方がいいです。ほんで、肺繊維症はね、間質性肺炎とも呼ばれておりますけどもね、あの肺胞の周りにね、間質というね、ものがね、あるんですけども、でこの間質にさまざまな原因による炎症が起こってですね、で壁が分厚くなって硬くなってしまってですね、繊維化してしまって、血液中に酸素がね、取り込まれにくくなる病気なんです。の方で話を戻しますけども、でまず呼吸というのはですね、生き物が生きていくのに欠かせないものなんです。で生き物は呼吸をして、体の隅々の細胞に空気中の酸素を運んで、いらなくなった二酸化炭素を体の外へ出します。呼吸の働きが何らかの原因で悪くなるとですね、呼吸困難を感じます。で呼吸困難の程度というのはですね、まあ、歩いた時にね、どれぐらい息苦しくなるかでね、その度合いを推測することができます。まあ、実際に呼吸がね、うまくできているかどうかっていうのはですね、パルスオキシメーターという機械を使ってですね、血液中の赤血球に酸素がどれぐらいの割合でくっついているのかで測ります。でもし100この赤血球全部に酸素がくっついていれば、酸素飽和度は 100% になります。まあ、普通はね、酸素飽和度っていうのは 97% から 99% くらいなんですよ。でこれが 93% 以下になると、正常よりは体の酸素が少ない状態で、 90% 以下になれるとですね、呼吸不全と言えます。そんなを測るのはね、その器具でね、指を挟んで、指の脈の動きをね、通じて調べるというね、簡単なもので、今はそのね、血圧計と同じようにですね、まあ、ほとんどの診療所とかね、病院にあります。あの、僕がね、去年の6月にね、肺炎に入院した時にね、測った時はね、 88% とかね、まあ、よう頑張って 90% でした。もうトイレ以外の時はね、ベッドの上から動くことをね、禁止されていてですね、トイレに行く時でも酸素ボンベをね、カートでガラガラって引きずりながら行ってました。ほんで 93% くらいになったら、まあ、病室から出てもいいと許可が出て、院内のコンビニにもね、行けるようになりました。
ほんでまあもう少し詳しくね、呼吸の状態を見るときにはですね、採血をして動脈血液ガスっていうのを分析してね、酸素だけじゃなくて体から出ていく二酸化炭素の量もね測ります。ほんでまあ呼吸がね明らかにおかしくてね、変な症状が見られたらね、まあレントゲンやね CT でね肺の状態を見ます。ほんでもう一つね、肺の働きをね調べる重要な検査としてね、スパイログラムっていうのがねあるんですよ。あの鼻をつまんで、洗濯バサミみたいなのをこうつまんでですね、口からだけで呼吸ができるようにして、あのおこういうね白いやつ、透明のホースなんですよ。それをガーって口に入れ込んで挟んでね、大きく息を吸ってできるだけふわーって吐きます。でさらに大きく息を吸ってできるだけ早くふわーってね吐き出します。でこれによってで肺の働きを調べます、まあ、要はね肺活量の検査ですよね。もうあれはねほんまに地獄でしたね。検査員ね、はいもっと吐いてもっと吐いて頑張っ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 てってね、こうもう死んだ魚のような目をしているね、その罪悪感のかけらもね感じさせないぐらいにね、この冷ややかな感情だけがこう伝わってくるようなね、検査員とのね戦いがあるんですよ。こっちはしんどくてね、病院に来てるのにね、なんでこんなしんどいことをさせるんだとね、大声で叫びたくなるほどね、過酷なね、検査なんですわ。もうね、あれがやりたくないからね、肺の病気にはなりたくないと思いますね。まあ、要はね、あの血中酸素濃度が低くなければいいだけなんですけど、まあ、予防としてできることは、あの環境を変えたり、悪い習慣をね、見直すのも大事ですけども、あの最初にお伝えした赤血球っていう言葉を思い出してください。赤血球ね。あの血液中の赤血球が酸素を運びますので、まあ、赤血球が元気であればね、多ければね、酸素をより多く運ぶことができるわけなんですよ。で赤血球というのはヘムという鉄原子と、あのまあ代謝に関わる酵素とかシグナル伝達タンパク質のようにですね、あの球状でまあ丸い形のタンパク質であるののグロビンっていうのがあるんですけどね、それと、ヘム鉄が結合したヘモグロビンっていうやつと、あと水でできてるんですよ、赤血球って。そのタンパク質である赤血球っていうのを食べ物で元気にしてあげるんですよ。まあ赤血球の食べ物と聞いてもねピンとこない方がねほとんどやと思うんでね、言い方を変えましょう。あの貧血予防の食べ物っていう風にしましょう。貧血予防の食べ物ね、ちょっとねピンってくるでしょう。まあ貧血ってね、実はねヘモグロビンが減少している状態のことなんですよ。なので貧血に効くとされている鉄分を多く含む食材として、牛もも肉とか、牛もも肉とか豚や鶏の肝臓、レバーですよね。あとねアサリの水煮などね、まあ、魚やったらねカツオです、まあ、どれもタンパク質ですよね。あのお肉とね魚介類系をね頑張って食べましょう。野菜でしたら小松菜、ほうれん草、水菜、春菊などにね鉄分が多いんですけども、あのね吸収率がね低いのでね、できれば動物性のタンパク質をしっかりと食べてください。まあ、先ほども言いましたけどね、赤血球もねタンパク質なのでね。あとそれとね、鉄分の吸収率をね上げてくれるねビタミン C もね同時に食べればね最高です。なのでね、酸素濃度を上げるにはですね、まあ、今からの季節ならではになりますけどもね、まあ、さっき言ったお肉と野菜を使ってねレモン鍋をしてください。レモン鍋美味しいですよね。レモン鍋皆さん食べたことあります？まあ、普通のお鍋にね、まあそのレモンをね輪切りにしてね結構入れていくだけでもね、レモン鍋でできるんですよ。それだけでもすごいレモンの風味がしてね、あのいつもの鍋と違う感じがしてね、すっきりとしたね味わいなんでね、すごく美味しいです。ぜひ皆さんねレモン鍋をして食べてください。そんな感じで今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。